はい、セノーです。ドキュメントのスタイルの標準化というようなことをちょっと考えてまして、それについて発表したいと思います。よろしくお願いします。まず最初に、まあ僕とリブレオフィスの関係というか、まあどんな感じなのかっていうことですけど、僕はリブレオフィスは2011年の頃、まあ学部4回生の頃から使い始めていまして、まあ主にカルクとインプレスをまあよく使っていました。で、僕は結構リブレオフィスに興味があって、勉強会とかに参加してました。で、大阪出身なので、関西リブレオフィス勉強会にちょくちょく参加してました。で、リブレオフィスミニカンファレンスというのにも、まあ時々参加してました。で、あとは、まあ、ブログを持ってまして、まあ、2002年前ですね、アドベントカレンダー、まあ、今ちょうどやってるところだと思うんですけど、まあ、それに記事を書きました。で、あと2年前に、リブレックス民間ファンにして、ちょっと、まあ、ライトニングトークで、まあ、発表もしたりしました。まあ、こんな感じです。で、早速なんですけど、2014年7月22日、ザ・ドキュメントファンデーションに衝撃走る。何があったかと言いますと、イギリス政府がオープンドキュメントフォーマットを採用するということを決めました。これが衝撃になったんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、詳しい話なんですけども、まあ、2014年7月22日に英国政府内で使用が期待される分子ファイル形式について、まあ、プレスリリースということで指針が出されました。で、閲覧用としては PDF か HTML で、編集用としてオープンドキュメントフォーマットを推奨するというような、そういう勧告でした。で、これにより、まあ、累積で12億ポンド、まあ、1600億円の節約を目指すということで、まあ、いろいろ湧いたんじゃないかと思います。で、まあ、これで ODF っていうのは、リブレオフィスの標準形式なので、まあ、英国政府のお墨付きをリブレオフィスが得たと、まあ、思っても、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いまして、で、ここから期待されることとして、ODF が利用がどんどん促進されるっていうことと、リブレオフィスがどんどん利用拡大するんじゃないかっていうふうな、まあ、ちょっと僕は思ってたんですけど、これは果たして本当にそうなのかどうかっていうところなんですね。で、ここで質問したいんですけども、あなたは、仕事でオープンドキュメントフォーマットやリブレオフィス使ってますか？ちょっと、会場の人に聞きたいんですけど、使ってるという方、挙手をお願いしていいですか？あ、半分以上か。さすがですね。はい。ありがとうございます。6、7割くらい。ありがとうございます。まあ、僕はまあ、これはまあ、僕はまあ、あんまりないのかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっとまあ、僕はこういうシナリオで作ったんで、まあ、このシナリオで行くんですけども、まあ、一般の社会では、まあ、マイクロソフトウィスっていうのはやっぱりよく使われてるのかなというのが印象で、まあ、僕も今の会社はマイクロソフトウィス使ってるので、まあ、それを使わざるを得ないという状況なんですけど。で、あと、まあ、ウェブでの表示を考えたら、まあ、オープンドキュメントフォーマットをそのままウェブブラウザで開けるかって言ったら、それは無理な話でして、まあ、テキストファイルか HTML どっちかとしかない。ということは、オープンドキュメントフォーマット、リブレオフィスの拡大が進んだとしても、これらとの併用がまだまだ重要なんではないか。つまり、ODF と、Office Open XML、HTML の総合運用が、これから重要になってくるんじゃないか。まあそういうことをちょっと思ったわけです。で、ここで考えることは、そもそもなんで ODF やOffice Open XML、HTML が標準化されたか、標準化されて何が嬉しかったのかっていうことをちょっと、まあ、考えます。開発がしやすくなるから、誰でも知ることができる、コストが削減になるから、技術仕様の叩き台となって、今後の、改進になる、改善になる、自分の文章を他のソフトでも使えるようにする、まあ、こういうことをいろいろまあ考えたりするわけです。で、これについて一つの答えとしてあるのが、ポジックス原理主義っていうものがあるんですね。まあ、ポジックス原理主義というのは、この秘密結社シルショッカーという団体が実践している、まあ、一つの考え方なんですけども、はい。で、ポジックス原理主義という考え方についてちょっと説明したいんですけども、まあ、これ今僕がちょっとハマっているものにして、ソフトウェアに高い互換性と長い持続性を実現するプログラミングの開発指針、オープンソースソフトウェアと同じような、まあ、プログラミングの開発指針なんです。で、これはデジレ標準に従う W3C であったり ISO だったり、そういう標準に従うことによって、プログラムの交換可能性を担保する。これにより互換性と持続性を実現するというふうな、そういう指針です。具体的には、3つの指針があるんですけども、POSIX という規格があります。これは、ユニット系の OS で、基本的な、守るべきもととされている規格なんですけども、これに極力順に復旧したシェルスクリプトや C99 によるプログラミングを行うこと。で、交換可能性担保。これがこのPOSIX原理主義の、本質なんですけども、複数のコマンドを実装で動作を担保できるということも限り、POSIX 規格外のコマンドも使う。まあ、この考え方にもっとって W3C 順調。複数のブラウザで動くように W3C の勧告に従うことで、
ウェブアプリを作ったりする。まあそういうことです。まあ論文も出ています。持ってきてるんで欲しい人をお渡しします。で、フォジックス原理主義の、まあ、本質なんですけども、まあ交換可能性っていうのは本当に大事で、まあ、先ほどの最初の、方が発表されていた、まあ、オフィスオープン XML じゃなくて ODF を使うべきという一つの理由のところでもあるということで、まあ、ODF が対応された理由の一つとして、交換可能性による互換性持続性がある。これが一つあるんじゃないかと思いました。で、まあ、実際に、まあ、ですね、バージョンアップ動かないというふうなことを検索エンジンでかけますと、すぐにこんなの出てくるわけですね。こんなことができるわけですよ。だからソフトウェアとか文書においてもこういうバージョンアップとか互換性っていうのは一つ大事な問題になってくる。そこで、僕はポジックス原理主義という考え方をドキュメントに対して適用する。そういうことをちょっと考えました。で、今日はそれに関して発表するってことがありました。で、ドキュメントの交換可能性とは何であるか。ここで僕は3つのことを考えました。それは文書の交換、変換によるもの。もう一つは抽象的な形式。まあ、軽量マークアップなんで、元のデータを保持しておくということ。最後はその文書スタイルの総合互換性を保つということです。1個目。文書の変換は、先ほどの野方さんのアップでもあったんですけども、Pandocという、そういう、まあ、文書形式を変換するためのツールがあるんですけども、これによって、それぞれ ODF から Office、Open XML、HTML、それぞれ総合変換する。これの強みは文書を総合変換でき、自分のソフトで好きな文書を作れるということで、まあ、ユーザーの、嬉しいですよね。で、欠点としては、まあ、変換は完璧ではない。完全にはできない。何かする欠損が残る。そして、パンドック自体が交換可能性なし。パンドックは一つしかない。パンドックと同等のものが他にあるのかって言われたら、僕は知らない。だから、これは交換可能性がない。パンドックによるやり方は。で、次、軽量マークアップで元データを保持するというやり方。まあ、軽量マークアップ、まあ、これも野田さんの発表だったんですけど、マークダウンというものがあったりとか、リストラクチャーでテキスト、アスキードック、レビュー、そういったものがあるんですけども、こういったものを使うっていう的、利点というのは、プレインテキストであるということ。まあ、プレインテキストなんで、まあ、何も、まあ、交換性が高い。で、まあ、書き方もフォーマット、フォーム標準化があるので、まあ、いいと。で、ワンソースマルチユース、こういうことができる。ただ、弱点としては、これも一方通行である。つまり、マークダウンから例えば ODF に変換します。で、ODF でなんか編集して、そこからまたマークダウンに戻してします。そんなことをやると、その ODF で編集した内容はマークダウンに戻る時点で、情報は欠損されてしまう。これが交換可能性じゃないじゃないか。で、HTML 以外の変換は、基本的に外部ソフトに、例えば、テフであったりとか、なんか、いろいろそういうソフトを使うので、そこに関しても交換可能性ないじゃないか。ダメじゃないか。そういう話です。で、そこで最後の3つ目が文書スタイルの完成維持。これは ODF、Open Office XML、HTML、互いに相当するマークアップスタイル適用を心がける。この強みは特に新しいソフトを使うこともなく、データ形式を使う必要もない。で、弱点としてはスタイルの適用パターン、まあそういうところに個人差が出てくる。で、互換性のないスタイルというものが存在するので、こういったものに気をつけないといけないです。で、この中で僕は今回はその文書スタイルの互換性というのにちょっと着目をしました。で、というのも、フォジックス原理主義っていうのは、既存のものがなかったら、なんかその辺にあったソフトを使うっていう、そういう考えじゃなくて、なかったら自分で作る。すでにあるものでどうにかする。そういう考え方なんですね。まあ、ユニックスのテストというか、まあそういうところあると思うんですけど、他の、最初の二つに進むのは、その、新しい形式であったりツールに依存してる。だからダメだと。そういう話です。で、あともう一個は、その、オフィスオープン XML、HTML、それぞれの違いを認識するってことは、まあ一つ、まあ大事なことなんじゃないか。それと、それぞれのスタイルに関する情報っていうのが網羅的なものがあんまりないんじゃないかなと僕は思ってるんですね。例えば、各スタイルがどういうところに使うべきかっていう、そういう網羅的な文書っていうのがあんまりないんじゃないかというふうにはちょっと思ったので、僕は調べました。で、まずその、調べるにあたって、まずこういう HTML だったり、オープンフォーマットとか、オフィスオープン XML っていうのは、まあちゃんと仕様が決まってるんですね。で、それをちゃんと文献があるんですね。で、誰でも見れるようになって、あるんですけど、まあ、HTML はタブシュースがあって、で、2つも愛用だって。で、その中で、今、スタイルで僕みたいなガイドのところとか、ワードのところなんですけども、ODF だったら、だいたい5章から10章、だいたいこれ130ページ。オフィスオープン XML ワードなんですけど、これは17章で書いてるんですよ。これが、ここだけ1400ページになるんですよね。すごいですよね。こんなのちょっと見てられないって話なんですけど、で、まあ、これで調べてちょっと思ったんですけど、まあ、オープンドキュメントファウンドと、XML は、まあ、XML のマークアップの仕様っていうことで、ちょっと複雑なんですね。で、ライターや MS ワードを使っていて、XML を意識するってことってないですよね、基本的に、GUI で、VisiBig でやってくれるんで。で、これらの仕様の対応関係を見ても、実作業で対応が取れなかったら、現実的に意味がないじゃないか。で、ライターやワードのスタイルから XML のマークアップを対応
把握するっていうのは、これ一つ大事な作業だと思うんですけども、まあ、実質的にちょっと、まあ、量が多いので、まあ、ちょっと今回無理だったということで、今回は Vue.js ライターと M スワートに標準で備わっているスタイルと、HTML のマークアップを比較するということをやりました。で、まず標準スタイルとは何か、そこからですね、ソフトウェアで初めから内部的に用意されているスタイルです。自分で新規作成したスタイルではないです。それを自分で作ってしまったら、もう、それは独自スタイルですよね。交換可能性がなくなってしまうということです。で、これを標準スタイルを使うってことは何がいいかと言いますと、VBA だったり、まあ、ベーシック、そういったところの HTML から干渉が可能なので、将来的に自動変換っていうことが可能になるということで、まあ、将来性があるんじゃないかと思いました。で、LibreOffice Writer のスタイルなんですけども、まあ、これも野方さんがちょっと発表してましたよね。まあ、スタイルが5つある。ダーナット文字とワードページと、これはUS ロンディングのマニュアル、5.0 のマニュアルがあるので、そこから引っ張ってたんです。そういうものがある。で、これがそれぞれのアイコンを占めている。まあ、ダーナットです。で、それとは別にもう一個、分類があって、この組織スタイルをこう、クリックしたらわかるんですけど、こう、まあ、下の人がわかるように、こう、さらに細かく分類されてるんですね。HTML だったりとか、例えたものだったり、カスタムだったり、テキスト関係の。まあ、そういったところがいろいろ分類されているのは基本的にはこの1の分類になっていますと。で、ここがライターの標準スタイルをどうやって確認するんだという話なんですけども、公式マニュアルになんかそういう網羅的なものないのかなと思って探したんですけど、なかったですね。なかったんですよ。期待したんですけど。で、存在す、すでに、イブレオスライターで中で持っているものは全て標準とみなす。そして、ベーシックです。それを出力する。そういったアプローチを取りました。で、これに、まあ僕はあんまりベーシックとかよくわかんないんですけど、このマクロの森っていうところは、リブレオスの、マクロを見たら多分誰もがたどり着くと思うんですけど、ここにやり方が、避難型があったんで、それを参考にしました。あと、推測なんですけども、リブレオスの内部 API では、使用、リブレオスから言語によってその見た目の表示される言語が変わってくるんですけど、内部 API では英語しか使えない。まあちょっとそれを気をつけておかないといけないです。これが、標準スタイルを確認するためのコードなんですけども、まあ、ここでキャラクタースタイルっていうのがあるんですね。こう。で、これで、まあ、キャラクターだったり、パラグラフだったりとしていきます。で、ここで、ここ僕書いたんですけど、ディスプレイネームっていうので、言語ごとのロケに応じた名前っていうのも表示できるので、ちょっとこれを確認したいなと思って追加しました。はい。で、まあ、さっき今言ったところなんですけど、そこのキャラクタースタイルっていうところを変更させることでスタイルを変えることができるんですけども、これは、LibreOffice の API マニュアル。この、なんか、独資源で使われたこのマニュアルがあって、そこをちょっと探しまくってて見つけたんですね。キャラクタースタイル、パラグラフスタイル、クイズスタイル、グレーンスタイル、ナンバリングスタイルっていうのがあります。で、これで出力させたら、それぞれ27、122、10、7、10ってことで、全部で176個のスタイルがあるってことが分かったんです。これで。うん。まあ、右がこういうふうな出力ですね。ちなみに 3.6.7 でもこれ調べたんですけど、スタイルがいい。数に違いはない。日本語の翻訳の、まあちょっと違いはあったんですけど、3.6 の時点からもうスタイルについてフィックスしているということで、これは互換性を考える上で素晴らしいなというふうな、ちょっと思いました。はい。で、表現スタイルなんですけども、まあ数が多いんですね。で、段落がちょっと数が多いんで、それ以外にもちょっとリストを一覧出しました。1列目にその英語のもの、で、2列目がその日本語のものっていう感じで、いろいろ出しています。で、表現スタイルで、ページ番号だったり、客中だってクリアな、通してリスト。で、ここからな、リストのやつ。ナンバリングリスト1っていうのはちょっとあるんですけど、ちょっとここで、テクニックを見ていただいたんですけど、ページスタイルとフレームスタイルっていうのがあるんですね。で、こんな感じです。で、続いて次、段落のスタイル、何があるかなんですけど、ちょっとこれページ入りきってないんですけど、ごめんなさいね。で、ここでまあ、表現スタイル、本文であったり、段落であったり、リストであったり、見出しであったり、タイトルであったり、キャプションであったり。で、ここでまず、リストリストがナンバリング1ってあるんですね。これは先ほどの野方さんの説明あったと思うんですけど、書式とはこのスタイルが違うってことですね。さっきのナンバリングの方がスタイルなんですよ。こっちは書式っていう。まあそういう感じなんですね。僕はちょっと今日の発表聞くまでそれ違いよく分かってなかったんですけど、まあこういうものがありますと。で、これを見た感想なんですけども、スタイルの、まあ、数が絞られてるライターは。で、ドロップキャップとかプレスオーダーとかっていう、ちょっとまあパッと見でよく分からない。これはもう ODF の仕様を見るしかないなと。あと、まあ、リスト1とかナンバリング1とか、まあ、同じ名前のものがあって、それは別物という感じです。で、続いて、ワードの標準スタイルですね。ワードも、マイクロソフトのマニュアルないかなって言ったんですけど、PDF とかはなくて、このウェブであるこれが一番プラスだって僕らは。まあ、これ、白は公開したんですけど、これも、ワードは5つ。文字と弾薬とリンクされたスタイルで、リストで表。まあ、ちょっと違うんですね。で、これ、リンクされたスタイルっていうのは、スタイル見たら、ここにこういう感じで出てるんですね。リンクされたスタイルっていうのは何が違うかっていうと、選択した内容によって文字になるか段落として扱うかっていうのがちょっと違って、そこが柔軟にできるっていうところです。
はい。で、そんな感じです。で、同じように、ワードの標準スタイルをどうやって取るかなんですけど、ワードは内部 API で、この WP ビルトインスタイルエニミネーションっていうのがあって、まあ、これが基本的に司っているのが、マイクロソフトの公式スタイルがあって、そこから見たんですけど、ただです、これは、表のスタイルではなかったんですね。で、欠損があるんですよ。定数名が変数でないもの、そういったものがあるんですね。で、そういう時にどういう何がやってるかというと、このドックツールっていう会社があって、そこでワードの組み込みのなんかスタイル全部公開してくれてるんですね。これ。で、それを使いました。これは。で、ちょっとここで集計出せるんですけども、表が143個あるんですね、スタイルが。まあ、いろいろオートマートとか多分使ってるんですけど、そういうの。で、あとまあ、ちょっと、このスタイル名だけだと、大学なのか文字なのかっていうリンクなのかってわかんないんで、まあ、あやふやにしますけど、合計で265個ありました。で、表のことで120くらいですね。そんな感じでした。で、ちょっとこれをまあ、簡単にリストしますね。で、まあ、ちょっとワードの特徴として、まあ、汚いところが、この、本文2とか、本文3とか、本文2歳2とか、こういうのがたくさんあるんですね。で、その、ヒトオブエクセメルでないワード2003のドック形式のやつではないものとか、そういったものがあったりします。で、こんな感じですね。宛先とか、キーありますね。ワードにはキーがあると。そういう話です。先ほどの話がありましたね。で、続いて見出しですね。まあ、これは同じなんですけど。で、ワードのこの HTML 形式のそういうスタイルがあるというのはちょっと、まあ、互換性意識してるのかなというふうには思いました。で、次、目次とか作品とか、まあ、こういうものがありますという感じですね。はい。で、まあ、あと表、これが143個くらいあって、まあ、これ上で、こう、ちょっと載せるけども、こういう14とか14とか、色違いで、ね、ちょっと、たくさんあるんですね。多分この辺組み合わせてオートフォーマットでいろいろ、パッと見と分かりやすくしてるんだと思います。で、これはちょっと省略ですね。で、ワードの表現スタイルを眺めた感じなんですけど、スタイルの数が多い。まあ、表の分があるからなんですけどね。で、似た名前のスタイルが多い。これが何とか2とか何とか3とか番号違いですか。で、これはマイクロソフトワード2003以前の互換性のためにこういった汚くなってるのかなというのはちょっと思いました。で、HTML の互換性が意識してるのかな。という、あと2007から導入されたスタイルかなんか。で、表スタイルがたくさんある。はい。で、最後には HTML ですね。これは W3C の HTML5.1 の方を参照して、おそらくこういう文章で使う上に関係あるようなものを、比較してきました。で、これがだいたい、60個くらいあるという、まあ、そういう感じです。あ、ごめんなさい。で、HTML のマークアップを聞いたことは、実際の数70程度と、まあ、この中で少ないですね。ただ、字だけとか、そういったものを、番号付きとかっていうのは CSS で自分でやらないといけない。そういうところがあるので、まあ、こうなってるのかなと。あと、まあ、ワードとかライターに手書きとかって字構内とかそういうスタイルがあるんですけど、これは HTML 何になるんだろうかと思ったら、まあ、PF なのかなと、全部 P に、段落の PF に入るのかなとちょっと思ったりしました。で、こっからですが、ライターとワード、HTML のスタイルを、もう、付き合わせていくっていうのは、ちょっとやっていきます。まあ、これは僕の、まあ、主観的なものが大量に入っているので、まあ、参考程度なんですけどね。まあ、こういうのをちょっと見てみましたという話です。で、見出しの比較です。まずタイトルがどうなるか。タイトルは、タイトルとサブタイトル、タイトルとスタイトルってやつです。HTML でこれをどうやるかっていうと、ボディっていう、まあ、文章のルートとなるものが、そこに H1、ヘッダー1、これがタイトルと、その文章のタイトルとなるという。まあ、そういう感じですね。で、ヘッディング、まあ、1から10。ワードは1からって言うんですけど、こういったものは H1 から H6 っていう要素があるんで、それを使うというやり方と、もう一個アウトラインの書き方があって、セクション要素をネストさせて使うというやり方があります。これを使えば、その H6 以上のものも表現できるんじゃないかなと思います。はい。続いて、目次ですね。テーブルオブコンテンツ。これは、まあ、こういう感じで、これもヘッディングはあるんですけど、ヘッディングはそのナビゲーションっていう要素の中に H1、まあ、ヘッダー要素はその H1 から H6 を使うというですね。で、目次の部分は、オーダーリスト、OU 要素、LI 要素を組み合わせて使います。で、作品は、なんていうんですかね、HTML の環境では特にそういう仕様はなかったんです。多分、まあ、ナビゲーションの UA とか、そういう、DLD、この辺を使うんじゃないかと、考えてます。で、ヘッダーとフッターですね。ヘッダーとフッターは、それぞれその名前の通りのものがあるので、それを使います。で、最後は、号中ですね。本の横に作る。見出し。これがワードにはなかったんですね。これが。これを互換性でちょっと問題になるんじゃないかと思いました。で、あと、文末の脚注と、脚注。ページのすぐ下にある場合と、その、セクションの一番最後にまとめてるのに、参考文イメージみたいなやつ。そういう違いなんですけど、これは、まあ、ワードライターですけど、HTML ではこれをどうするかっていうのは、ちょっとまあ、ちょっと難しい話でして、W3C の仕様がまだしっかりしてないので、まあ、自分で頑張ってやってます。もう治療ができるのを待つかとか、そういうアプローチをするしかない。で、続いて、まあ、パラグラフ、これがメインなんですけど、まあ、ボディっていうのは、まあ、ノーマルとか、そういった、まあ、基準ですね。
で、続いて P。弾薬って言ったら、いろいろありますよね。イベントしたとかしてないとか、なんか、事故ない方とか、リストしないとか、なんか差出人とか、まあ、こういうの全部 P っていう。弾薬一つに集約されるんじゃないかなと思います。で、最後に変な HR、ヘッドライン。これ、推薦って書いてあるんですけど、本当は例えば、一日が終わって明日になったとか、小説の中で弾薬が変わったとか、そういう意味で使うものなんですけど、まあそういうものがあります。で、リストですね。まあ箇条書きとか番号付きだとか。で、ここで注意、まあ、ここで気になるところが何個かあるんですけど、まず一つ目が、そのリストパラグラフっていう弾薬が、ワード2007からあるんですね。これが、なんていうと2007じゃなくて、普通に箇条書きのボタンとかを押すと、このリストが両方に適用される。で、これが、なんていうんですかね、変換するときちょっと問題あるんじゃないかな、ちょっと心配になりました。で、もう一個大事な問題が、その、DLDP、定義リスト。これがワードにはそれに相当するものがない。使いのリストっていうのがあったんですけど、これはちょっと機能が違うんですね。DT っていうのはデータのファイル。DT がデータの説明、デスクリプション。そうなんですけど、ちょっと違うんです。ライターはそれができるけど、ちょっと違う。ちょっと悩ましいですね。で、引用ですね。これは、まあ、書籍のタイトルを引用するとか、あとは、なんですかね、誰かの引用を持ってくるとか、そういったことを使うので、これは、いけてるかなと思います。はい。で、テキストの強調でね、まあ、エンファシスとか、ストロングとか、あとは、HTML 関係の、なんですかね、定義とか、まあ、省略とか、まあ、アドレスとか、まあ、日付とか、Ruby があったりとか、Ruby はこのサイズも使う、その中で機能としても使っているとまた変わってくると思うんですけど、そういうのがありました。で、パソコン関係のやつ、まあ、コーディングとかでメモしたりするとき、これが結構僕の中で重要になってくるんですけど、まあ、ワードは結構こういうきついですね。で、ただ問題なのが、この弾薬コード、複数行にまたがるコードをどうやってマークアップで表現するかっていうの。HTML だと W3C で決まってるんですね。プレイ用途を書いて、その中にコードを入れたり、サンプル入れる。これが決まってるんです。だけど、これ2つ使ってるんですね。こっちで、プレイ、セキュリティとサンプル。もしこれを本当に忠実にやるんだったら、こっちのワードとかライターも同じようにしないといけないけど、これはなんていうか、背景の色とか、なんかその辺でごちゃごちゃになって、なんか結局、背景見にくくなるんじゃないかってことで、ちょっとここ、互換性の問題になりそうだなと思いました。で、続いて図表ですね。まあ、数式だったり、着想だったり、表だったり。まあ、表はワードたくさん定着しますけど。はい。で、これで格安と取り終わりました。で、互換の足りないものがいくつかありましたね。まあ、見ながら確認しましたけど、DLDP がない。傍受がワードにはない。で、作品とかが、基本的にライターは10個あるけど、ワードは9個しかない。違いますね。1個ずれてるんですよ。HTML のコードブロックをどうするか、2個入れないといけないとかありますね。あと、ワード2007以降だったり、リストパラグラフがあって、それちゃんと変換できるのかとか。あと、まあ、傍聴とか、書籍関係のものは HTML 自体に使用が不十分なんじゃないかっていうのがあります。で、まあ、これで終わりなんですけど、まあ、ここまでの発表で、ドキュメントの交換可能性について検討しました。ライターとワードの共有スタイルを、まあ、一覧化。これって、あんまり情報の中でも僕は結構、まあ、有益になったんじゃないかなと思って。で、HTML ワード、ライターのスタイルの対応を確認しました。で、まあ、僕の見解なんですけど、まあ、どれでも通用するようにやるんだったら、この DL とか使わないとか、弾薬コードとか、ちょっとこれ使いないとちょっと困ると思うんですけど、この辺を避けるとか、そういうことをしないといけないかなと思いました。はい。で、あと、この発表はアドベントカレンダー勝手に登録しています。以上です。ありがとうございました。どうも、瀬川さん、ありがとうございます。ちょっとまだ時間がありますので、質問等ありましたら、挙手の方お願いします。どうぞ。あんまり本質じゃないんですけど、はい、スタイルを紹介していただいた中で、はい、リンクスタイルというのが、はい、私はあまりまだ使ったことがなくて、もう少し教えてもらえないかなと思います。ワードのやつですか、リンクスタイルって。あ、リンクスタイルワードの話かここの話ですか、ね、リンクされたスタイルなんですか、はい、はい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 。そうです。あ、これ。それワードですね。ワードですね。はい。ライターではあまり気にすることない。ライターではそこの機能ないので、まあ、そうですね。まあ、ちょっとこの機能あったら、まあ、柔軟性があって、僕はいい、まあ、あってもいいかなと思ったんですけど、はい。ライターにはないです。はい、ありがとうございます。はい、他ありますでしょうか。全くしてるんですけど、はい、一番簡単そうな HTML に合わせたら、はい、HTML って再現できる要素は何か再現できるんですか？HTML でできるけど、ブロックコードがちょっと問題になるかもしれないっていうのがちょっとありましたね。で、あと他にも何かあるかな。
他は何があるかな。パッと思いつくのはそれくらいなんですけど、逆にその作品とかが HTML できないですよね、作中とか。そういったところで、まあ、HTML もともと本格とかそういうものじゃなくて、Web のものなので、そこでちょっと、なんていうかね、行き違いができるので、なんていうか、まあ、HTML ができたら完璧じゃないかっていう、そういう単純な話にならないんじゃないかなと、ちょっと思ってます。はい。他ありますか？例えばですね、普通本当指定数っていうのは、セミコロンで並べてっていうのを、キムレダとか CSS ではできますよね。多分ワードでできないと思うんですけれども、その辺の互換性って、気にはやりたりします。もっと読みやすいですか、最初に。セミコロンで、本当に影響していくと、前から優先度をつけて、投げれば次のフォントを使うっていう。あ、そうなんですか。ちょっと初めて知りました、僕は。なんか悩むのかなって思ってたんですけど、前から見たら可愛いっていう人。その順番にマッチしていく機能が何でしたっけ？使えるかどうか。ワードにはないっていう見解でいいんですかね。ちょっとそれはなんか伝えと関係あるんですかね。ちょっと僕その機能知らなかったんで、ちょっと答えるのが難しいです。日本語の英語のやつだったら分からなかった。日本語のリブレオフィスなんかをインストールしてファイルを審査されたりして、その状態を見て、それをコンポラントですね、2つ並べに出るんです。MS だったら例えば MS 越しっていう、はい、カタカナの MS 越しと、はい、アルファベットの MS 越しっていうのはセミコロンで開いたフォントでいいな。なるほど。でそれは多分その日本語がリヒットしなかった場合にアルファベット名のフォントで使用しなさいねっていう趣味合いで使われてるらしいですね、今の。なるほど。それをいっぱいつなげていくと、ゴシップがなかったときは、認証にしなかったり、教科書にしなかったり、並べ方をやろうということができるという機能は、どうもリブレオフィスはあるらしい。なるほど。そうです。ワードは多分それがないんじゃないかしら。あ、それ CSS のことだと思ってるんですよ。そこの互換性の部分はどうかなって。ああ。すいません、ちょっとそこのこと、本当のそのマッチの話とか、ちょっと、全然、知らなかったので、ちょっとちょっとわかんないです。はい、CSS の順番にマッチするというのは知ってたんですけど、ワードベースの機能があるっていうのは、あ、ワードですね、リブレスとか、ちょっと知らなかったので、ちょっと、見えてなかったです。はい。すいません。はい。他ありますでしょうか？結構メリットなんですけど、結局文章コードとしてのスタイルと、はい、見た目としてのスタイルっていうので、結局やっぱり2つの観点があって、はい、文章コードとして互換してくるのか、見た目の姿勢として互換してくるのかっていうので、ちょっといろいろ問題がもうすぐ切り分けたいのかなっていう。だから今の本当の話は見た目、同じ見た目を両方でできるかっていう話なんですけど、同じ文章コードを切り分けるかって、実は違う話なんですよ。そこら辺でなんかちょっと切り口を自分を変えたりとか伝えてそのように SL とワンパーとリベルを作って比較をしたらちょっといい活用ラインとっていいんじゃないかな。なるほど、ありがとうございます。いいです。参考させていただきます。はい、HTML の設定であれば多分見た目よりもどっちかというと文書コードによるんですよね、うん、そうですよね、多分。はい、はい、時間も、いい時間になってきましたので、これで終わりたいと思います。どうも、瀬尾さん、ありがとうございました。はい。